こんにちは、トレーナーの染谷俊樹です。茨城県でパーソナルジムを経営しつつ、ボディメイクコンテストに毎年出場しています。去年はこんな感じで体を絞って、アスリートモデルという部門で3位になることができました。明日からまた減量を始めますので、今回の動画では減量の具体的な方法を話していこうと思います。でもし減量をやろうと考えている人がいたら、一緒にぜひ頑張りましょう。で、去年の12月の6日にコンテストに出場をして、約3ヶ月間増量しました。で、体重は昨日の朝の体重が 70.4 キロで、大会が終わってから約10キロぐらい増量をしました。まあ、60キロちょっとから67キロぐらいまではそこまで体脂肪が増えているような感覚はなかったんですけど、67キロから70キロぐらいにかけて結構体脂肪が増えてきたような感覚があったので、もう少し本当は増量しようと思ったんですけれども、明日から減量に取り掛かりたいなと思います。で、現在の体はこんな感じです。結構体脂肪が乗ってしまったので、頑張って筋肉を落とさないように減量していきたいと思います。で、腹筋はギリギリ見えるかなっていう感じで、まあ、結構健康的な体脂肪率だとは思うんですけれども、コンテストに出るとなると、ここから8キロから10キロぐらいは減量する感じになります。期間としては 3、4、5月と減量をして、6月ぐらいから何個かコンテストに出ようと思っています。で、今回の減量の摂取カロリーと PFC バランスについてはこんな感じです。トレーニングがオフの日は摂取カロリーが2000キロカロリーで、タンパク質が 150g、 脂質が40g、 そして糖質が 260g です。トレーニングをする日で、足以外の日は摂取カロリーが2200キロカロリーで、タンパク質 150g、 脂質が 40g で、炭水化物が 310g です。あとはトレーニングする日で、足の日とダブルスプリットをする日は、摂取カロリーを2400キロカロリーにして、タンパク質が 150g、 脂質が 40g の炭水化物が 360g といった感じになってます。あくまでこの摂取カロリーは減量スタート時の摂取カロリーなので、ここから減量スタートしていって体重が停滞してきたら、少しずつ摂取カロリーを下げていって PFC バランスも少しいじっていこうと思ってます。もちろん摂取カロリーをこのまま減量できれば最高なんですけれども、実際はなかなかそれは難しいので、定期的に減量の途中経過を動画にしていこうと思っていますので、その時にまた摂取カロリーと PFC バランスについて話していこうと思います。で、毎年減量する時はタンパク質を 180g ぐらい取ってるんですけれども、今回の減量ではタンパク質を 150g 上限にして、その減らした分をトレーニング中のエネルギー源になる炭水化物に当てようと考えてます。理由としては、炭水化物を取ることによってトレーニングの強度を落とさないようにするためです。去年減量した時に、トレーニングの強度がすごく体の仕上がりに直結するなと感じたので、今回もできる限り減量中は炭水化物を減らさないようにと思ってます。炭水化物をたくさん摂りながらダイエットできれば、精神的にも楽だと思いますので、今回はタンパク質量をあえて削ってやってみようと思います。有酸素運動については、毎回減量するときは朝一のウォーキングとトレーニング後のスピニングバイクをやってるんですけれども、今回も減量するスピードが間に合わなかったら有酸素運動を積極的に入れていこうと思ってます。朝一とトレーニング後に有酸素運動をやる理由としては、単純に脂肪燃焼効率が高いからです。で、この辺の詳しい説明については別で動画を作っていますので、概要欄からそちらをチェックしてみてください。ヒットという高強度のトレーニングが流行っていますが、トレーニングで結構ヘロヘロになるので、できる限りトレーニング以外で辛いことはやりたくないので、有酸素運動はウォーキングやスピニングバイクをゆっくりやるようにしています。有酸素運動はできる限り強度が低い方が筋肉も落ちにくいので、そういった面からもゆったりとした有酸素運動を今回の減量でもやっていこうと思います。次はチートデイについてですが、ストレス解消のために月2回ぐらいを目安に入れていこうと思ってます。炭水化物を多く摂るダイエットをしていれば、そこまで代謝が下がってしまって停滞するっていうことは起きにくいので、ストレス解消目的にチートデイを入れていこうと思います。で、前回の減量の反省点として、チートデイの時に1食ではなくて結構1日かけて食べるようにしていたので、そうした時に結構減量の効率が悪くなってしまったので、今回の減量では1日かけてチートデイをするってよりかは、1食に絞ってチートデイ以外の食事は減量食を取ろうと思います。そうすればそこまで摂取カロリーも増えないので、減量の効率も悪くならないのかなと
考えてます。チートデイで食べる内容としては基本的には脂質の少ないお寿司とかそばを考えていて、あとは明らかに体が疲れてしまっているって時は焼肉だったりとかステーキを食べて、あえて油分を体に入れてみようかなと今回は思ってます。減量中に取るサプリメントについてはプロテインをトレーニング後と間食にとって、あとはクレアチンもトレーニング後、プレワークアウトをトレーニング前、 EAA、BCAA、マルトテキストリン、グルタミンをトレーニング中、ただマルチビタミンとオメガ3を適当なタイミングで取っていきます。サプリメント内容についてはなるべく筋肉を落としたくないので、プロテインだったりとかEAA とか BCA とかのアミノ酸系のサプリメントを取って、トレーニングのパフォーマンスを落としたくないのでプレーワークアウトは必ず取るようにしています。で、前回の減量ではマルトテキストリン、細かいトレーニング中に取る糖質がすごく体感があったので引き続きマルトテキストリンも取っていって、前回の減量ではグルタミンは取ってなかったんですけれども、今回の減量時にはグルタミンを取って減量していこうと思います。で、グルタミンを取る理由については、グルタミンは体内に一番多く含まれるアミノ酸で、筋分解の抑制、消化器官のサポート、でそしてあとは免疫力の向上などに効果があると言われているので、まさに減量時に効果を感じることができるサプリメントなんじゃないのかなと思いますので、今回の減量でグルタミンを試してみて効果があるか実験していこうと思ってます。こんな感じの PFC バランス、摂取カロリー、あとは有酸素運動、チートで、サプリメントで減量していこうと思ってます。おそらく後半戦になるにつれて摂取カロリーがどんどん下がっていって、有酸素運動とかの頻度も増えていって、でトレーニングもほとんどがダブルスプリットとかになってくると思うので、ヘロヘロになっていると思いますが、もしよかったら応援お願いします。もし今減量しようか悩んでる人がいたら、これを機に一緒に頑張ってみましょう。それでは今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴ありがとうございます。で、今後も定期的に減量の様子をアップしていこうと思っていますので、少しでも興味がある人はチャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、 Twitter、Instagram もやってますので、もしよかったら概要欄からフォローお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。